皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの乗り健太郎と申します。今日もご覧くださりありがとうございます。えー、今日はですね、すごいネットニュースを見つけました。えー、大阪府のですね、吉村知事がですね、陽性者と感染者は違うと発言したことについて、ちょっと僕なりの見解をお話ししてみたいなというふうに思います。で、これ本当にびっくりしたんですが、ヤフーニュースでですね、吉村府知事、陽性者と感染者は違う。 また飛び出したドヤ顔、猛言、専門家もナンセンスと一刀両断というタイトルでですね、えー、陽性者と感染者は違うって発言したことについて、何を言ってるんだこの吉村府知事は、頭おかしくなったんじゃないかっていうぐらいの書き方がされてるんですよね。本当にびっくりしました。皆さんはこのお話を聞いてどう思われるんでしょうね。 えと基本的に陽性者と僕もこの動画の中で何度もお話ししてますが陽性者と感染者は全く別物なんですよねなので別と考えなければいけないのにその別という考え方をです、ね、完全に、えー、なんだろう否,否定している記事なんですよね。えー、とちょっと読んでみますね一部 大阪府は14日コロナによる累計死者数が714人に達し東京都を超えて全国最多となってしまった感染拡大に歯止めがかからない中吉村府知事の口からまた猛言が飛び出した13日午後に開かれた知事の定例会見吉村府知事は記者から PCR 検査の陽性者と感染者は違うという認識かと問われそうですと真顔で返答ドヤ顔で議論を続けた えー、僕の中では感染者っていうのはそれに感染して他に感染させる力がある状態で、陽性者はあくまでも検査で陽性になった人であって、イコール感,感染者ではない、ね。で、この発言にネット上は覆われ、大われするんですね、えー。言っていることは正しいと吉村府知事に賛同する声も出ている一方、えー、何を言っているかわからない。既存の言葉を自分勝手に解釈して、それを発表することを になんか使命でもあるのといった批判も相次いでいるということで書いてあるんですよね。で、なんかだ誰かのですね、専門家の先生が、えー、なんかこの発言は全くもってナンセンスで科学的根拠を書いて恥ずかしい発言だと思いますというようなことをね、書かれてるんですよね。ちょっとびっくりしました。で、えっ、ー、とー、まあ、ちょっとですね、僕も一般の方とのだいぶ認識というかですね、感覚のズレがあるのかもしれないんですけども、 えと多分ですね、えー、今回の騒動って、まあ、いろんな問題が、えー、とコロちゃ騒動に関しては,はあの抱えていると思うんですけれどもそのうちの一つがですねこの PCR 検査の陽性者イコール感染者というふうに報道してしまっていることが、えー、まず1個目の問題点なんではないかということはもう本当にたくさんの専門家の 方がですね、おっしゃられているわけですよね。で今までのいわゆる、えー、とウイルスの検査方法、えーと、例えばインフルエンザで病院に行った時の検査する方法と PCR 検査っていうのはもう全く別物なんですよね。PCR 検査っていうのは、えっ、ー、と、なんて言うんだろうな、感染してなくても ウイルスが例えばだけど喉にちょっと付着しているだけでも暴露している状態でもそれを PCR 検査法というものでですねサイクル数でどん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 増やしていってですねその遺伝子を見て解析するという検査方法になるので感染 感染というのはいわゆる細胞にですね、そのウイルスが入り込んでいなくてもですね、ウイルスが検出されれば、えっ、ー、と陽性反応になるわけですよね。で、皆さんちょっと考えてみてほしいんですが、家に帰ったらうがいするじゃないですか、うがい。であれってなんでうがいするかってことなんですよね。 要は、外でちょっとウイルスがこう喉についてしまって、えー、喉の奥の方で増殖するしやすいというふうに言われていると思うんですけれども、あれをですね、えー、とうがいすることによって外に出す、まあ、簡単にと洗っているわけですよね。で、あれでですね、要は、えー、と感染対策で手洗い、うがいが大事ですよっていうふうに言われて皆さん一生懸命やられてるじゃないですか。で、あれ、もし人間の体に感染していたら、うがいではもう防げないですからね。 感染しているものを、もう細胞の中に入り込んでいるものをうがいでは取れないので、感染していない状態で、えー、喉にウイルスが付着しているということをみんな理解した上で、えー、うがいをしているわけですよね。そうですよね。だから、えー、と喉にウイルスが付着していることは、イコール感染ではないわけですよね。もちろん、えー、PCR 検査の陽性者の中に、えー、もちろん感染者も含まれているという感覚ですよね。 感覚です。で pcr の陽性者の中には感染してない人もいるし、例えばその検査をした時は喉についててもう家に帰ってうがいし、うがいして、えっ、ー、と別にウイルスが外に出る人だっているわけですよね。その人は感染してないわけですよね。そもそも無症状とかではなくて、感染すらしてない人で陽性反応が出てる人っていうのは実は。 いっぱいいるんじゃないかなというふうに思っています。で、えっ、ー、と、まあ、過去の動画でですね、えー、結構 PCR 検査とか、えっ、ー、と、あとは PCR 検査の CT 値についてとか、えー、そういうこともですね、いろんな先生の話を聞いたりして、まあ、素人ながらに、えー、素人だからこそ、素人の人に分かりやすいようにと思ってですね、えー、解説している動画もありますので、えー、よかったらぜひご覧ください。で、インフルエンザと,、えー、と PCR 検査、 のまあ、今回の新型コロちゃんの、えー、決定的なその検査方法の違いって何かっていうと、インフルエンザの場合は、えー、熱が出たりとか咳が出たりとか、何か発熱して、えー、症状が出て皆さん病院に行きますよね。症状が出てないのに、えー、と検査してくださいって、こう病院側から陽性って来ないですよね。 なので、症状が出て、えー、と病院に行って、そして、えー、と検査をするわけですよね。で、えー、インフルエンザの検査って、その場で判定が出ますよね。その場で判定が出る。で、なぜかっていうと、もうウイルスがある程度、えー、ともう増殖している、要は感染して、えー、増殖している状態でないと、えー、陽性反応にならないわけですよね。要は、まだ検査したばっかり。 あらえー、と感染したばっかりでまだウイルスが増殖してないちょっとしかまだウイルス量が少ない状態の時に検査しても、えー、実は陰性になりやすいんですよねなので僕の子供でも昔あったんですけれども熱が出て病院に行ってインフルエンザの検査したんですけれども、えー、と発熱してすぐに病院に行ったので、えー、陽性にならなかったんですよねでその時に病院の先生から、えー、とすぐに検査するとまだウイルス量が増えてないのでえっ、ー、と 陽性本当はインフルエンザなのに、えー、陽性反応が出ないこともあるのでもう一度明日、えー、来てもらえますかって言われたんですよね。で次の日にもう一回検査したら陽性になるっていうことがあったんです。要はまだ感染してるんだけどまだウイルス量が増殖してないので陽性にならなかったわけですよね。だけど PCR 検査っていうのはその増殖する多いか少ないかっていうのは一切わからないわけで。ちょっとでも、えーと ウイルスがその検査するものに付着していれば、えー、それが、えー、陽性反応が出るということになります。なので、えー、とまだ感染してない人、えー、症状も全く出てない人、そういう人も含めて、えー、陽性反応が出るので、本来は PCR 検査の陽性と感染者っていうのは、えー、本来別物であるということになるんですよね。なので、えー、と今回の、えーとまあ、今までの過去の動画でもお話ししますけれども、PCR 検査の陽性者イコール感染者ではないという見方をしないと感染者が増えた増えた増えたっていうのはある一つの見方で言うと PCR 検査を増やせば感染者が増えていくということになります。だから僕たちもインフルエンザでも、えっと、インフルエンザウイルスをですね、例えば子供でも学校で同じ教室でね、インフルエンザって大体流行するじゃないですか。でも全員が発症しないですよね。全員が発症しない。だけどひょっとしたらウイルスにさらされてる人も 他いると思うんです発症しててなくてもだけど、例えば、えーと、発症しずに別に感染しずに終わっている人もいるだろうし、えー、感染者も、えー、無症状のうちに、えー、ひょっとしたら免疫とかで、えー、やっつけている人もいるかもしれないし、えー、そういういろんなパターンがあるということですよね。ただ、PCR 検査の陽性の場合は、すべて少しでもウイルスが検出されればですね、えー、それが判定されれば、えーと、陽性になってしまうっていうことが、えー、言えるので、だから、実際の感染者って、 だから何人ぐらいかっていうのは今全く分かってないんですよね。世界的に。だから PCR の,陽性,者の中陽性者の中に感染者が一部いるということです。それがどのぐらいのパーセンテージなのかはちょっと僕は分からないんですけども、イコールではないっていうのが、えっ、ー、と、ちゃんと PCR 検査のことを分かっている専門家の先生の間ではそれは当たり前だっていう考え方なんですよね。そもそも、まあ有名な話ですけど、この PCR 検査を開発した 方はですねこれをウイルスこの風邪とかウイルスのですねえー、と陽性の判定に使うものではないというふうに、えー、と残してるんですよ言葉を。えー、なのでその全くちょっと別物なんですよ検査方法が全く今までの検査と違うんですけれども多くの人がそれをごっちゃにしてしまっているので多分こういう発言がですね、えー、普通にニュースとして上がってくるのかなと本当に残念というかですね こういうことを逆にちゃんと本当はメディアで流してほしいですよね。PCR 検査って何なのか、陽性者って何なのか、感染と今あると何が違うのかっていうことをきちんと本当にね、流してほしいなというふうに思います。えー、っと、それなので、吉村府知事が言ってることっていうのは、 まあちょっとこれ僕動画見たわけじゃないので、えー、とあくまでもこの記事しか読んでないのでどういう流れでお話をされたのかっていうことはちょっと僕分かってないのであれなんですけどもここを見る限りでは、えー、と陽性者と感染者は違うっていうことは、えー、むしろ、えー、正,正しいというかですね当たり前のことを言ってる <laughs> と思います。まあ、厳密に言うと,、えー、と僕の中では感染者っていうのはそれに感染して他に感染させる力がある状態で 陽性者はあくまでも検査で陽性になった人であってイコール感染者ではないというふうに言ってるみたいなんですがちょっと厳密に言うと,えと感染者であっても感染人にさせない人もなんかいるみたいなのでここはちょっと細かい部分で言うと,えと感染させる力がある人がイコール感染者と,というわけではないんじゃないかなというのはちょっと思うんですけれどもえとまあちょっとそこは細かい部分なので置いといて大枠で言うと言ってることはえ僕はえすごく あの逆に言うと当たり前なことなのに何を叩いてるんだろうというふうにちょっと思ってしまいました不思議でしょうがないですよねでも一般の人はだからここが分かってないくて感染感染が拡大拡大って言って、えー、ちょっと騒いでしまってるっていうところもあるのかもしれないですよねあとですねもう一個ですね面白い記事をちょっとニュースネタで申し訳ないんですけれども。 えーとです、ね、どこにあったかなもう一個ね面白いニュースがあそう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 これもヤフーニュースの中に載っててですね坂上忍さんが、えー、と番組の中でな長野市長が200人の新年会に、えー、なんか参加されたみたいで、えー、それに対してちょっと怒りの発言をしているみたいなニュースがありました「まあ、バイキング・えモア」っていう番組なんですかね。 えー、200人のの新年会ににに参加しししたた長長野市長の映像に怒りをあらわにしましたこれ僕もですね番組見てないのであくまでもこの記事の内容しか分かんない中でのお話になるんですけれどもなんかえっ、ー、と200人が参加した民間企業の新年会に公務外で出席していたことを報じ、えー、そして定例会見での加藤市長のコメントを紹介したというふうになっていて、えー、加藤市長は「 着席で600人入るところ200人入り口出口含めてサーキュレーターをしていた全員がマスクをし、えー、飲食の時のみマスクを取る非常に徹底した見本的な会食だったと発言さらに廃業したり廃業を考えたりしている方がどんどん増えている十分注意して家族とか本当に親しい方の中での会食は是非していただきたい感染防止対策をしっかりされてる。 てているところにつきましては経済なども含めて積極的に出るようにしたいと思っていると対策をしている店での会食を呼びかけ自身も積極的に参加するとも宣言したでこの動画を見て坂上忍さんはですね、えー、なんかばっさりこうみんな言い訳言うからね言い訳がまたみっともないんだよと。 話してたみたいなんです、ね、まあえっ、ー、とまあこれは賛否両論は多分ねあるんじゃないかなと思うんですが僕はですねやっぱこういう人がですね、まあ、この加藤師匠が実際どういう本音でこういうどこまで話されてるのかちょっと僕はわからないんですけどもやっぱりこちら側の人ももっともっと出てこないと,、えー、とあまりにもですね自粛することとかそういうこともも、まあとにかく。 外に出る人がいるから感染拡大するんだっていう考え方世論がですねあまりにも強くなりすぎるとそうじゃない人を叩くそして攻撃する。 でこれがですね一番人間が作り出していいる今回ののコロちゃん問題の一番怖いところだと思うんですよね、えー、とこの前のンス動画で、えー、お話しさせていただいたデヴィ夫人のですねあのパーティーの問題もそうですよね、えー、大みそかに90人規模のパーティーをやったということで、えー、かなり叩かれたらしいんですけれども、まあ、番組の中でねバッサリあのしっかり言っていたんですが、えー、こういう時期だからこそ私 私はやったんですとで、これはね、えー、そのデヴィ夫人が言うには、えーとまあ、もちろん対策もちゃんとしてでも、えー、ホテル業界の人従業員の人、えー、呼んだダンサーとか、まあ、みんなあとは、えー、楽しいこともできない状態でこういう場を作る、まあ、いろんなことをトータルで考えて今の時だからやったんです。 これ私はみんなが幸せになるためにやったんですっていうね、信念を持って語られていたんですが、もしこれをですね、そういう信念を持って語っていて、こういう考え方をされているんであれば、僕は本当に逆に素晴らしいなと思います。えー、どちらが正解かっていうのはちょっと置いといて、もちろん、えー、と自粛しなきゃいけないっていう考え方もあるかもしれない。それはそれでいいかもしれないですけれども、逆に、えー、と反対側の考え方っていうのもすごくいっぱいあって、えー、今、 えー、お亡くなりになられてる方が4,000人ちょっとぐらいでしたでしょうか、まあ、5,000人弱ぐらいだったのかなちょっと最近見てないんでわからないんですけれどもでも、えー、毎年毎年インフルエンザで超過死亡も合わせると1万人の方が、えー、前後の方が亡くなっていてそれでも今まで、えー、自粛とか経済をストップしてまでですね、えー、夜8時以降は、えー お店に行くなとか営業するなとかですね。お正月にえー実家に帰るなとか、と親と一緒に飯を食うなとかですね。そんなことやってなかったじゃないですか。で、そのなぜ。 昨年とかその前に比べて、えー、そんなに被害が大きくなっていないのにね、トータルで見ると、むしろ少なくなっているわけですよね。感染症とかこういうウイルスで亡くなっている方の合計の人数っていうのは、去年やおととしに比べると、今年はめちゃくちゃ少なくなっているというふうに言われてるんです。だってよく考えてみてほしいんですが、インフルエンザで1万人の方が亡くなっていたのが、今年はインフルエンザがめちゃくちゃ少ないんですね。もう多分、えっ、ー、と、 なんか600今までの600分の1とか1000分の1とかまあいろいろちょっとデータの見る場所によって変わってその波があるのでね変わってくるかもしれないんですがめちゃくちゃ少ないわけです。ということは今まで1万人亡くなってた方がほとんどいないまあ例えばだけど、えー、1%だとしたら100人ぐらいしかいない多分もっと少ないかもと思うんですけれども。ということは1万人近くの人がインフルエンザの から助けられているわけですね亡くなっている方減っているで、もちろん新型コロチャンで亡くなっている人が4000人5000人いたとしてもトータルで見ると減っているわけですよねとてもね不思議なことなんですが新型コロチャンが来て くれたおかげでえっ、ー、と合計で見ると死者が減っているわけですこの風のウイルスで亡くなっている方の合計の死者っていうのは減っているという見方もできるわけですよねで、これどちらがいいか悪いかではなくてですねでもそんな数字の状態であってなぜ経済をストップしてまでなぜみんなが、えー、自分の仕事もできなくなってまでこういうふうにしなきゃいけないんだろうかもちろん多少対策は取らなきゃいけないけれども対策をしながらでも気をつけながらでもえっ、ー、と 経済を回していくとかそういう自分たちのね健康とか体っていうことも含めてですよねあの楽しいことをしないということはもちろんメンタル的にもマイナスのこともいっぱいあるわけですしいっぱい病んで 病んででいいる人も多いですしそしそて、えー、体が不健康になってていいいくくく人人、えー、筋力が衰えていく人もめちゃくちゃゃ多いわけですなのでこれから先ですね多分ね勇気を持ってまあ多分叩かれると思うんですけれども、えー、特に公のねあの特に、えー、政治家関係の方とかが言うとですねもう完全に叩かれると思うんですがそのデヴィ夫人みたいな発言をする人っていうのも、えー、ちゃんともっともっと声を出していって両方の意見がで議論できるようにならなければ ただただ一部のですね、うん、あんまり例えば今回の PCR 検査と、えー、陽性と感染がイコールじゃないっていう発言がこんな件問題になるっていうことと一緒でですね、不勉強であるがゆえに不勉強の人たちが世論を作ってしまって、えー、攻撃してしまうっていうことも、えー、実際ですね、図式として起きてるんじゃないかなというふうに思っています。なので、えー、と少しでもですね、な、え、ん、ー、だろう。 うーんちゃんと冷静に見れるまあずっと僕が言ってることですけどやっぱり客観的に冷静に見る目を持つっていうことが本当に僕たちはこれから先、えー、大切なんじゃないかなというふうに思っていますなのでうんと、まあ、両方のちゃんとことを見れるで自分でどういうふうに客観的に判断していくかっていうことと自分の人生を守るのは、えー、自分しかいませんなので、えー、どれだけ自粛を守ってもえっ、ー、と 自分の体とかメンタルはを守れるのは、えー、自分しかいないので、えー、そこのバランスっていうものも考えないとい要はバランスが一番大事だと思うんですよね。それは自分の人生のバランスっていうこともそうだし全体のののババラランンスス社会としてのバランスってっいうのもそうだと思います、えー、もっと急激に本当に、えー、と致死率が上がって怖いウイルスになればまたそこは考えなきゃいけないかもしれないですけれども現時点で、えー、もちろんこういう考え方 えー、気をつけながらね、えー、もちろん、あのー、そういう、えー、なんだろう計算を回すっていうことも、えー、一緒に同時に考えていかないと、えー、その 片方でですね自殺している方が増えていたりとかすごく苦しんでいる人が増えているっていう現実も、えー、見ていかないといけないんじゃないかなというふうに僕は個人的に思っています。ということであの概要欄に貼っておきますので、まあ、僕ので説明がですね本当,本当に僕は自分で見,見直すとですね下手くそだなと思うんですが、まあ、よかったら、まあ、他にも専門家の先生がですね分かりやすくいっぱいいい話してくれてますのでちょっと YouTube とかで検索するといろいろ出てくると思いますので、えー、自分のですね、えー、自分で情報を取りに行くっていうことをしてそして 自分で考える自分でえ,ー、と考えるってことをしないと一方的に、えー、と情報自分に入ってきた情報だけを信じてると情報を流したい側の、えー、と意図 がそののままま入ってきてきしまうので、えー、自分で考える力がどん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 なくなってしまいますので是非自分で調べてですね自分で判断するっていうことだから僕の話も全然100%じゃないわけですよね、えー、などこまでが正しくてどこまでが間違ってるかっていうのは分かりませんだからそういうことを一人一人が、えー、疑問に持ってですね判断していくっていう目を目と考える力を養っていくっていうことをえー 勉強するというかトレーニングする今回はいい機会なんじゃないかなというふうに思っています。あまりにも多くの人がですね簡単に、えー、なんだろう間違った情報だったりとか偏った情報に <laughs>、えー、すぐに、えー、なん言葉が悪いですけど洗脳って言っていいのか分かんないですけどそういうふうになってしまうのが、えー、逆に一番問題なんじゃないかなというふうに僕は、えー、思っています。皆さんはどうう思いますでしょうかということでまた会いましょうバイバイ 皆さん、えー、最後までご視聴いただきましてありがとうございます、えー。今後も少しでも役に立てる動画を配信していこうと思っていますので、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そして、えー、人生を大きく変える小さな気づきというテーマで、えー、毎日ブログを更新しているんですが、えー、無料でメールマガジンでも配信をしています。よかったらメールマガジンの方もご登録お願いします。詳しくは概要欄をご覧ください。